兄さん。ようやく来たか。吹雪からおおむね話は聞いた。スメラギ寮の内部に入りたいんだったな。ああ、クナドゲートを消滅させるためにスメラギ寮の中を確かめる必要があるんだ。そこにいるかもしれないカレンが解決の鍵を握っているはずだから。はずか。状況証拠の上に成り立った信憑性のない話だ。しかしお前たちはそれに賭けるというんだな。いいだろう。お前が世界の危機を救ったとなればスメラギ家にとってもメリットになる話だ。そんな言い方。花火、協力してくれるなら今はそれでいいんだ。入り口のセキュリティは解除してある。クナドゲートを消してみせろ。トゲツの企みを止めたそうだな。仇をお前が取ったというわけか。私がやろうとしていた復讐をお前が。お母さんが亡くなった時のこと知ってたのか。私と父さんはいつか必ず渡月を潰すと誓った。こんな形だが結果的に叶えられたんだな。兄さん、早く行け。お前はお前のなすべきことをしろ。お前が選んだ道なんだからな。ありがとう兄さん。この先にヤクモスメラギが眠っているのね。それが過去に飛んだカレンなのかどうか、俺たちの考えが正しいのか確かめに行こう。スメラギ寮の中ってこんな風になってたんだ。寮母って言うからもっと陰気臭いのかと思ってたけど、ヤクモ君もいいとこに祀られてるじゃねえの。地下に降りるには。そこの階段ずっと下まで続いてる。特に危険なものはないと思う。道は他になさそうだし降りてみよう。ゲイト、カサネ、吹雪連隊長も気になるからそっちに行くって。なら合流した方がいいか。いえ、すぐには迎えそうにないから後から追いかけるそうよ。了解、私たちは先に進むわ。延々階段階段、ありえないめんどくささだぞ。何なんだこの構造は。ユイト、え、なんで俺に言うんだ。そりゃ君の家のものだからさ、リフトくらいつけてくれたまえよ。まったく、大きな鏡、綺麗。ただの明かり取りにしては意味深だな。やれやれやっとか。どうやらこの先は一本道のようだね。
ずっと奥に広い空間がある。そこがヤクモのいる部屋かも。あとはまっすぐ進むだけか。洞窟よけに迷宮にでもなってるんじゃないかって心配したぜ。油断するなよ。ここまで何もなかったからといってこの先も。何？今脳に何か。え？特に何も反応は。なんだ？おい、どうした？急に通信状態って。渡る！ダメだ、通信が。ここは周防の海抜軍本部なの。なんで急にこんなところに。もしかして転送能力か何かの罠があったのかも。まあまあ落ち着いて周りをよく見たまえよ。町の方も明らかに様子がおかしいようだ。この感覚なんとなく覚えがあるぞ。まさかブレインフィールドか。脳に干渉を感じましたし、その可能性はありますね。目的は侵入者を惑わせるためか、それとも。カイ！クロノスターミナルの時と似た展開ね。殲滅するわよ。一人で片付けましょう。いける。目を飾れ。自分に燃やしちゃって。まだよ。無駄よ、罪に重ね。いけ。やめろ。甘い。今の場所が狙いどころみたい。続けていく。硬い外殻をコツコツ削るのは面倒だ。一つ残せ。重量のあるものをぶつけて一気にやってくれ。いける。重ねに託せ。逃げ場はないわ。重ねに来な。私がやる。終わりに。今のは鮮やかだったな。この辺りの怪異は倒したようだな。しかし状況は変わらずか。遥かへ渡るとの通信も繋がらないわね。とりあえず。あら、兄さん。じゃーん、アリス一条、本日正式に配属されました。おめでとう、アリス。これでまたこの3人が揃ったな。隊の編成的に一緒の任務もありそうだよね。私も2人に負けないくらい大活躍するからね。新兵が張り切りすぎていきなり不始末を起こさなきゃいいがな。おや、この前上官命令に逆らったとかで始末書書かされた人がいたって聞いたけど。吹雪だって記念すべき始末書50回目だろ。こんな面白い話黙っていられるわけないじゃないか。カレンはセプテントリオン入り確実って言われてるのに、上官との反りはなかなか合わないんだね。納得できない命令に従うつもりはない。カレンらしいね、そういうとこ。お、でもそれならカレンが海抜軍のトップになればいいんじゃない。厄介事はごめんだ。俺より弱い奴の面倒なんか見てられるか。そういうことは全部吹雪がやればいい。そんな風に言って結局仲間の面倒を見るんだよな、カレンは。僕よりよっぽど面倒見がいいよ。むしろカレンの方がトップに向いてるんじゃないか。いや、実は狙ってるんだろう。
隠すなよ。どの口が言う。お前こそ最初からトップ狙いだろうが。もうまた二人で張り合って。じゃあツートップ体制にすれば解決ってことね。なるほど、それはいいね。今の編成から連帯制にして、あれとこれをこうして。ふぶき、その薄気味悪い笑みはよせ。心配されなくても、よそではやってないよ。君ももっとオンとオフの使い分けをしたら楽なのに。裏も表もないのがカレンのいいところだもんね。まあなさすぎて始末書なのはどうかと思うけど。私たち何を見せられたの？吹雪連隊長とカレンよね。それからアリスおば様。そうか、君のおばに当たるんだったね。あの三人は幼なじみなんだ。ずいぶん懐かしい光景だったな。カレンのやつもそういえばああいう頭の色だった。今じゃすっかりルカとはかけ離れてしまったね。そうですね、あまり例のない現象なので、兄さんの超能力が関係しているのかもしれません。今のはアリスさんが入隊した年のようでしたから、20年以上前の出来事ということになりますね。ここがブレインフィールドに似た場所なら、誰かの記憶や感情が場に影響を与えていてもおかしくはないわね。さっきの光景のことはよくわからないけど、まずはこの空間から抜け出すことを考えた方がいいよな。このままここにいても仕方ない。とにかく先へ進んでみよう。この空間、先が全然見えない。すごく広いことだけは感じるけど。見覚えのある風景も混ざっているな。つながりはまるで無秩序のようだが。そういう空間ということみたいね。撃ってほしい。ここもどこか別の場所へつながっているはずだわ。ステルス開始ってか。やったわ、私たち見失ってるようね。頼むわルカ。甘い。立て直そう。見せてちょうだい。やっと。油に濡れた敵には火をかけるのが有効ね。今の場所が狙いどころみたい。問題ないわ。行くわよ、強化。力を貸してしね。よし。テラ。何？耐えられる？
いける、積みに。ナイスだね。ユイと一緒に。逃げ場はないわ。やったわ。先ほどの回、まだいるぞ。つぐみの超能力で探さないか。はぁ、させないわ。大丈夫。強化のおかげで、ありがとう。は許さないぞ。この手、熱い。このままでは火傷するわね。まだこれからよ。まだやれるよな。まだよ。危なかったわ。信じてるわ、カサネ。俺たち二人なら。うっとうしい。しまっ。甘い。効果効いてる。破壊を狙うわ。もらった。止まって見えるだろう。もっと力を。今の場所が狙いどころみたい。甘い。まだこれからよ。畳みかけるわ。力を貸してしねえ。あぶらね、火には気をつけていた。存分に燃やしちゃって。血一つ残すな。よかった、間に合いましたね。ごめんなさい、油断したわ。まだ終わりじゃない。力を貸してしねえ。続けていく。一応した。よし、今無駄よ。
範囲が打つために警戒した方がいい。当たると頭がクラクラするから。逃げ場はないわ。はあ、このままでは火傷するわね。しっかりするんだ。信じてるわ、カサネ。焼き尽くすわよ。行くぞ。早く、なんとか立て直そう。まだこれからよ。使うなら今。やってみせる。続けていく。私の中から力が湧き上がってくるみたい。もう遅い。どこまでも追いかけて殺してあげる。よし、私の中から力が湧き上がってくるみたい。大丈夫、私が助けるよ。なるほど、こいつは他の雑魚どもとは違う。一旦引くぞ。大丈夫か？ありがとう、助けてくれて。気を抜くな、バカ。そうだよね、ごめん。これで何度目かな、カレンに助けられちゃうの。そんなことは別にどうでも。二人とも大丈夫か？大丈夫みたいだね。よかった。ああ、またこのバカがしくじっただけだ。問題ない。で、君はまた強がってるんだね。
もっと自分のことも大事にしてくれよ、カレン。怪我してるじゃないか。ごめんなさい、カレン。私がドジっちゃって。手当てするから見せて。いらん、かすり傷だ。それより吹雪、アリスは疲れが出ている。お前がついていてやれ。俺は他の班の状況を見てくる。あの会をやるには隊の立て直しが必要だ。おい、カレン。まただな。さっきに続いてカレン絡みってことは、この空間自体カレンが展開したものかもしれないわね。眠ってる場所に誰も近づけさせないため？だとしてもこんな記憶俺たちに見せるかね。どっちかっつうと見られたくない記憶だろこれ。そうですね。兄さんは自分のことを何も話さないし、話したがらないから。まあ意図せず記憶が混ざり込んでいると考えた方が自然だろうね。
カサルちゃん、俺の超能力使ってもいいよ。泣き返すわよ。ステルス開始ってか。止め。解きなさい。よし。信じてるわ、カサネ。敗北は許さないぞ。見えるだろう。なかなかのスピードだね。私の超能力なら十分対抗できるわね。決めるわ。終わりね。それで十分。すごいな。鮮やかな手際だった。今だ。無駄よ。罪に。
んで勝手に動くのかね。この床は移動しにくいことこの上ないよ。飛ばすわよ嵐。雑音を立つ。カゲロウ手伝って。止まってみるな。火には気をつけて。もらっていくわ。いける。ズミン、カズちゃん、いく。無人です。
罪に決めろ、カズ。あとは任せて。いける。終わりに決めろ。もらっていくわ。無駄よ。決めろ、カズ。焼き尽くすわよ。信じてるわ、カズ。敗北は許さないぞ。今の魔女が狙えるものみたい。私がやる。終わりに重ねいけ。自分に燃やしちゃって。一瞬で片付けてくれよ。決めるわ、罪に。重ね、私がやる。終わりに。一気に行くわよ。てら、はあ、敵の動きが早すぎて捕捉が難しい。サスを使うべきだな。やろう。重ね、決めろ。いける。今の攻撃は見事だったわね。じゃあとよろしく。さすがですね。敵はこっちを見失ったようです。ここで外角への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。じゃあ開始ってか。一瞬で片付けてくれよ。このくらい僕の力預けます。倒れるのは早いわ。重ねに託すよ。二人で片付けましょう。今の場所は狙いどころみたい。甘い。一つ残すな。地面の下でこっちの様子を伺ってる。私たちも姿を消した方がいい。火を私たちでやるわよ。重ね、決めちゃって。はい、つくばってなさい。また変なところに出たな。まだまだ先は長そうだ。これほど広大な空間、一体どうやって作り出しているんでしょうか。一人の超能力者が展開できるブレインフィールドを遥かに超えた規模のように感じます。あ、何あれは。これってカレンに
記憶に出てきたくらいじゃない。アイスおばさんも襲った。あのカレンが速攻で撤退を決めた相手っつうことは相当気合い入れてかからないとまずいな。右手に持っている防御用の盾かと思いましたが、あれで攻撃もするようですね。兄さんですら苦戦した強大な怪異ですが、必ずどこかに攻めどころがあるはずです。攻撃が効かない部位があるようなね。どこを叩くのが効果的か見極めが必要だと。私も追撃する。いいお膳立てだ。行くわよ、強化。敗北は許さないぞ。これで縦横無尽です。勝つの
連れて。視界が悪い。行くわよ、私の目を使って。はあ、今の場所が見える。あ、カイリーの頭のところ。さっき、いい的だわ。はあ、よし、木と様子が違う。弱ってきたのかもしれないね。隙をついて頭を攻撃してみよう。今度こそ終わりだよね。違ったようですね。集中を切らさないでください。私たちでやるわよ。逃げ場はないわ。左手の攻撃、かなり強力だね。一瞬の油断でやられる。強力な狩りだが、攻撃の後に隙があるな。奴が左手を振った後、その左手を叩けないか。試してみる価値はありそうだぞ。あとは任せて。一緒に戦う。見つけたわよ。
早いわ。まだよ。俺に任せろ。いける。ユンマ、ありがとう。さすがに。ここに。甘い。あとは任せて。二人で片付けましょう。力を貸してしね。
ちょうだい。はあ、今度こそ倒せたみたいだな。カレンの記憶で見たカイが出てくるって偶然なのか。長い間ブレインフィールドにいると、そのうちに感情や記憶が形となって現れ始めると聞いたことがあります。この空間の主がカレンだとすればうなずけるね。先ほどのアリスをかばった時の記憶が影響しているんだろう。長くここに留まりすぎるのは危険ってことか。ええ、急ぎましょう。まだこの先にも空間はつながっているみたいだわ。電車の車両をカイたちにぶつけられたら一気に片付けられるんじゃないか。油で体が重いな。避けない、行くわ。やったわ。まだこれからよ。狙いどころみたい。
なんだ。これよし。
範囲は透明化した。でも私には見えてる。見せてちょうだい。投資を使ってみて。煙けど、カイがどこにいるか見たいなら札を使って。合わせる。このぐらい。行くわよ、つぐみ。今だ。私がやる。終わりに。まだよ。一瞬で片付けてくれよ。ガンガン行くよ。敗北は許さないぞ。重ねに託すよ。邪魔よ。ユイと一緒に。一緒に。逃げ場はないわ。よし。どこ。スキニー。仕切り直した。見せてちょうだい。見つけたわ。甘い。一体勢を崩した。一気に決めるわよ。あとよろしく。決めるわ、ズミン。さすが重ね。今のは無駄よ。終わりに決まったな。狙いどころみたい。敵さん、隠れて隙をつくつもりだな。畳みかけるわ。そっちがそうか。自分に燃やしちゃって。こっちも姿を消そうぜ。今力を貸してしね。預けます。さすがにあの巨大怪異まで出てくるってことはないわよね。分裂したか。こういう場合は本体を見つけて攻撃を集中させるのがセオリーだ。重ねに託せ。やったわ。行くわよ、強化。殲滅するわよ。まだよ。甘い。危なかったわ。逃げ場。
まだよ。私が追撃する。どんな敵でも平気。甘い。一瞬で片付けてくれよ。畳みかけるわ。石一つ残すな。よし。危なかったわ。消滅するわよ。一見進めなさそうですが、でも僕の超能力で
向こう側へ移動できると思います。一気に行くわよ。頼むわルカ。止まって見えるだろう。これで縦横無尽です。断絶の帯が局所的に地表近くまで下がってるらしい。こんな状況は初めてだな。怪異の数もかなり多いし、難しい任務になりそう。なんだ、アリスなのか！？アリスさんは断絶の帯に触れてしまったことで怪異化したんですね。断絶の帯があんな地面の近くにまで降りてくることがあるんだな。かなり珍しい現象だと聞いている。俺もあそこまでの効果は見たことがないな。おい、さっきのあの怪異の姿。ええ、お姉ちゃんと一緒に戦ってくれた人たちの中にいたわよね。そうか、あの怪異がやはりそうだったのか。カサネたち、アリスおば様に会ったの？セーラーの研究施設にいるんだっけ？私たちも今理解したのだけど、アリスさんはもう亡くなっているわ。え？そうなるとカレンはそれを知った直後にレッドストリングスを使ったってことになるのか。それじゃあ兄さんの目的は？会ってみればわかることだわ。ここにカレンがいることはもう間違いないでしょう。気になることはあるけど、目的を忘れないようにしよう。俺たちは彼に協力してもらうために来てるんだから。ふっ、それに託すよ。行くわよ、強化。外角への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。無駄よ、積みに。やっ、やるね、お見事。続けていく。外角が壊れた、弱点を狙いそうです。やるぞ。決めるわ。決めろ、カサネ。まだこれからよ。ユイと一緒に。あの怪異を食べる、注意して。アダルとしばらくの間意識が混乱する。逃げ場はないわ。危なかったわ。外角への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。
巻き返すわよ。ごめん、カサネ。私たちでやるわよ。鬱陶しい。逃げ場はないわ。許さないぞ。カサネ、あの装置に僕の超能力を使ってみよう。私がやる。終わりね。おそらく攻撃に使えるはずだ。存分に燃やしちゃって。決めろ、カサネ。続けていく。やるね、お見事。ユイと一緒に。逃げ場はないわ。外角への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。今畳みかけるわ。重ねに託すよ。それ今の場所が狙いどころみたい。僕の力預けます。ステルス開始ってか。じゃあ、あとよろしく。倒れるのは早いわ。ごめん、カサネ。そこね、絡めて立て。すごいな、鮮やかな手際だった。いい調子だ。カゲロウ手伝って。やったわ。私たちを見失ってるようね。ここに決めるわ。ズミン、重ね決めろ。飛ばすわよ、嵐。信じてるわ、重ね。殲滅するわよ。今の場所が狙いどころみたい。引きずり出してあげるわ。死ね。うちゃん、いっけ。花火、火を。
ってみせる。ゴミ虫は駆除しなきゃね。まさか私に盾つくつもり？巻き返すわよ。このぐらい。やっと。もう遅いもん。雑魚が私に逆らうな。助けてほしいくらい言ったらどうだ。なんだか頭の霧が晴れた気分よ。仕切り直した。無駄よ、罪に。敗北は許さないぞ。ステルス開始ってか。僕の超能力のおかげだな。自分の無能さにつくづく呆れるぞ。まただ。また助けられなかった。この歴史は不要だ。そう、荒はばきの言っていた通りなら、また最初からやり直せばいい。何度も、何度でもだ。レッドストリングスで、アリスを。なんだ今のは。カレンの感情が頭の中に流れ込んできたような。過去へ飛んだのはやはりアリスのためだったんだね。けど何度もってどういう意味だ。それに荒はばきがどうとか。何度もか。過去を変えても必ずアリスが助かるとは限らない。未来は不確定で移ろいやすいものだからね。アリスを救えないと確定したら再び過去へ飛んで歴史改変をやり直す。この繰り返しということだろう。それはアリスおばさまが助かるまで永遠に時間跳躍を続けるってことですか。ねえ、カレンはあの後時間跳躍したのよね。でも今この瞬間アリスさんは亡くなっているわ。過去へ飛んだけど歴史は変わってない。うまくいかなかったってこと。あんな兄さんは初めて見ました。兄さんは話を聞いてくれるでしょうか。どちらにしろ私たちの手がかりはカレンだけよ。何が何でも協力してもらうしかないわ。まだだ。あの怪異の間合いに入らないよ。注意してください。自爆に巻き込まれますよ。これで縦横無尽です。一瞬で片付けてくれよ。僕の力預けます。今の場所が狙いどころみたい。華麗に参上。怪我ないか。影よ、なんとか助かった。止まって見えるだろう。
逃げ場はないわ。てらっ、行くわやつみ。いいぞ、敵はこっちを見失ってる。信じてるわ、カサネ。力を貸してしね。甘い。水浸して動きづらいわ。間に合ったか。嵐を見せて助かったか。大丈夫か。分かってるね。今のは決まってられるものみたい。私がやる。今のは鮮やかだったな。僕には踊るが。殲滅するわよ。俺たち二人なら。逃げ場はないわ。花火火を。これで縦横無尽です。見せてちょうだい。燃えているうちに倒してしまいましょう。ステルス開始ってか。倒れるのは早いわ。ごめん、カサネ。邪魔よ。頼むわ、ルカ。行くわよ、強化。力を貸してしね。今。何の敵でも平気。見つけたわよ。全力で。行くわよ、強化。敗北は許さないぞ。一瞬で片付けてくれよ。今です。
るわよ。甘い。巻き返すわよ。逃げ場はないの。見えなくなったが、ビンビン気配を感じるわ。20分ものね。酸素を使ってサクッと見つけようぜ。いける。終わりね。重ね決めろ。はあ、殲滅するわよ。はあ、体が重いな。まだよ。重ねに託す。今だよ。逃げ場はないわ。存分に燃やしちゃって。信じてるわ、重ね。よし、あとは任せて。今、今の場所が狙いどころみたい。何？飛ばすわよ、嵐。畳みかけるわ。
無駄よ、終わりに。さて、決めろ。ほら、一気に行くわよ。どこ？やろ。巻き返すわよ。見つけたわ。ごめん、カズレ。やるしかないわね。心配したぜ。みんな無事で安心したわ。どうやら脱出できたみたいね。カレンのいる場所は近いかもしれないわ。